はい、どうもこんばんは、こわたきぐるみです。今回の動画はただいま開催中のピックアップガチャよりハッピーラプンツェルをちょっとプレイしていきたいなと思ってます。こちらの積むね、低スキルのノーアイテムでも稼ぐ方法があるという、また今回もね、ちょっと動画を出していただいている YouTuber さんの動画を参考にさせていただいて、ちょっとやっていきたいなと思ってます。今回ね、参考にさせていただいた動画は、これもお名前言っちゃって大丈夫ですかね、浩平さんの初心者におすすめハッピーラプンツェルがスキル1のノーアイテムでも稼げるという動画をちょっと参考にさせていただいております。はい、いつもありがとうございます。ポイントはね、2つ紹介していただいてまして、1つはね、このようにチェーンを引っ張った時に風車をぐらぐらぐらって回して、消去数を増やすという方法、それをね、活用することでね、消去数が増えるって感じになってます。このね、プレイはスキル4なんですけども、普通に引っ張っただけじゃね、27、8ぐらいの消去数なんですけども、このぐるぐるをすることで、はい、しかも今回ほら、47消去、すごくない？大粒絡むと40以上の大消去が狙えるという消し方になってます。そして2つ目が、スキルを発動する前に余計なね、サブツムを消した方がスキルのね、回転がね、早なるっていう風に教えてもらってまして、うまくね、スキルを使ってフィーバーの再突入を狙う前のちょっとした隙間時間に余計なサブツムを消していって、チェーンをつなげてフィーバーの再突入を狙うっていうような感じですね。確かにこの、ラプンツェルのスキルを発動するタイミングって結構むずくて、変にね、微妙な、あ、これ、あ、失敗した。変なね、微妙な時間があると、スキルをね、先に使ってフィーバー切れちゃうと、フィーバーをもう一回スキルを貯め直すのって結構大変なんですよね、ノーアイテムやと。なので、ノーアイテムでプレイするときは、なるべくね、スキル発動前に余計なね、サブツムを消しておくといいっていう風に教えてもらいました。こちらの2点です。はい。というわけで、ノーアイテムで、スキル4なんですけども、2200コインを稼ぐことができました。まずまず。多分ね、上手な人はね、もっと稼げると思います。ちょっとうまくいったりうまくいってなかったりっていうようなプレイ内容にはなってしまいましたが、スキル1やとね、もうちょっと積むも重くって、チェーンも短くはなってしまうんですけども、うまくね、この方法を活用すると1500コイン以上稼げる積むになってますので、今回のね、ピックアップで2体ゲットできますので、スキル2にはできますからね、ぜひぜひ参考に遊んでみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回参考にさせていただきました浩平さん様の動画は概要欄にもね、リンクを貼っておきましたので、ぜひぜひそっちの方がね、全然参考になりますので、はい、見てみてもらって、ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければこのチャンネルもチャンネル登録、グッドボタンを押していただけたら嬉しいなと思ってます。それでは今日誕生日の人おめでとう、こわたきぐるみでした。